ちゃ、何でも好きなの言ってね。ゆっくり選んでくれていいわよ。チョコでもミントでもシャーベットでも、なんでも好きなのにしてね。私が予想してみましょう。するとバニラね。どう？もしかして当たってる？これは何かの冗談。そこはメニューそれしかないじゃんって突っ込んでくれないと。もういいわ。じゃ買ってくるから。お待たせ。とりあえず一人ノルマ2個だからね。これに限るわよね。せつみ、おいしい？うん。じゃあさ、もっと嬉しそうに言ってみて。じゃなくて、もっとこう、なんていうかさ、じゃあね、うまいぞーって言ってみて。うまいぞ。
次の問題です。え、問題。まずシャンデリアを10回言ってください。あ、素早く言わないとダメだからね。白雪姫。正解よ。さて、いよいよ盛り上がってまいりました。てなわけで自己紹介タイムよ。セツミの趣味って何？特にない。じゃあお料理とか得意だったりして？別に。意外なとこでカラオケ好きだったりとか、しかもアニソン好きで夏マシンガン歌えるとか。全然。それじゃ今度は私の紹介する番ね。でも私すっごい車好きなの。なんと国内永久まで持ってるのよ。えへん。それってすごいの？それほどでも。ねえ。ん？なになに？質問 OK よ。ロータリーエンジンとか得意だから。そうじゃなくて、そんなの食べていいの？ああ、そういうことね。知ってる？7階の面会時間って。
なんと7階だけは24時間 OK なのよ。ついでに言えば食事制限も特になし。そうなの？ああ、そりゃ無茶な大食いはダメだけど、基本的にいつでも好きなものを食べていいの。たくさんの制約があった病棟から。7階ではいきなり10になるのよね。この意味がわかるわね。そんなわけで、いつでも来てよね。暇だから。ただいま。ただいま。
うん、お帰りなさい。セツミ、もう晩ご飯済ませた？ううん、まだ。じゃあ一緒に食べましょう。今日もたくさんコロッケもらってきたから。どう？おいしい？うん。あ、よかったらポテトも食べてね。あなた好きでしょ？実はお母さんね、昨日からポテトあげる係になったのよ。え？だから、実はこれだけ残り物じゃなかったりしてね。あ、別に心配いらないわよ。あなたが好きだって言ったらね。お店の人たちも好きなだけ持って帰れって言ってくれているんだし。じゃあ、これからも楽しみにしていてね。